もちもちチャンネルへようこそ。今日は食パンアレンジをしていきます。野菜たっぷりで健康的な食事をするために作ってみました。詳しくは概要欄に書いてあるので、そちらを参考にしてください。ホットドッグとかによく生のキャベツが入ってるんですけれども、焼いても美味しいかなと思ってやってみました。別々に焼くのは面倒くさくなり、卵と一緒に焼いても美味しくいただけました。簡単にできるので朝ごはんにぴったりかもしれません。野菜のキャベツと卵のタンパク質、これ最高のレシピだと思いませんか？よければチャンネル登録お願いします。また遊びに来てくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。